はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。うわただよ、本日もよろしくお願いいたします。本日紹介するのは、3月13日に発売されたカゴメから野菜生活100瀬戸内柑橘ミックス 195ml を紹介したいと思います。さあ、こちらはね、6種類の柑橘の、爽やかな美味しさということで、こちらね、広島愛媛柑橘使用1日分のビタミン C が取れるという商品となっております。さあ、ではね、瀬戸内ブランドを応援します。これ瀬戸内ブランドを応援しますって書いてあるけど、全く見えないのだが、ね、こちら1本 195ml に対して、91カロリーと、大変、カロリーも取ります。一応ですね、一時停止でご覧いただきたいなと思います。こういう感じですね。さあ、色、まあ参考程度。こちらはね、箱が潰れてどうしようもないんですが、はい、飲んでみたいと思います。うん、この柑橘の匂いがね、またうん、美味しいです。4ですね。うん、こちらはね、もう安定です。うん、このオレンジのね、この柑橘、うん、これオレンジだよね。でもどうなんだろうね、結構ね、もういろいろ入ってるんだよね、柑橘がね。だからもううん、でも、このバランスの美味しい柑橘、うん、もう柑橘が強いから、もう全く野菜が入ってると分かんない。うん、もうオレンジジュースに近い野菜ジュースですね。うん、こちらはですね、すごいですね、広島県産の八朔ネーブル、ね、もう6種類のね、柑橘を使っております。すごい、パッケージには瀬戸内海の中心部に位置し、独自の文化を生み、栄えた港町の風景という、なるほどね。結構いろいろ入っとる、うん、あんまり聞き慣れない、美味しいんでね、これ美味しい、これ野菜がね、苦手な人も多分飲めると思うので、ぜひね、飲んでみてはいかがでしょうか。ぜひこの動画が面白いなと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあね。